今日は音楽はなしです。バルコニーの方に新しく設置した融雪マットとブロワーの方を動画で説明したいと思います。ちょうど50からさんが来ているのでちょっと撮ってますが、それでは始めます。ご存知のようにカラスが日に3、4回、5回もですね、毎日来るようになってしまったので、カラス対策、それから軽井沢の場合どうしてもお水が凍ってしまって飲用水がないというところがあったので、水が凍らないように温めるという、施策を打ちました。ちょうど今山柄さん来てますけれども、これが融雪マットです。大阪の会社から仕入れましたが、作っているのは北海道だそうです。大きさは階段1段分というやつを購入しました。厚みは2センチぐらいですかね。実際に触ってみると暖かいです。先ほどお水の温度を測ったら20度ありました。外気温が7度、昨日マイナス6度まで下がって凍結しなかったのでかなり有効かと思います。これも配線が結構大変でですね、この辺をずっと通しまして、実際にはこちらの屋外コンセントの方から分岐をしています。そしてもう一つ目玉なのがカラス対策、ちょっと雨よけ用のカバーつけたんで分かりにくいですけど、今までお掃除に使っていたブロワーをここにこんな形に置いています。猿とかにいたずらされないように、これ自体は、丸いプランター用の、かさ上げリングっていうんですかね、それの脇の鉄骨の部分にくくりつけて方向が変わらないように、位置的にはこのひまわりの種の少し上、ちょっとひまわりの種が飛ぶ部分もありますが、そんな形で狙っています。こちらは今度は逆側をずっと配線を通しています。そして先ほどと同じようにこちらに来るんですが、今回使っているのが、スマートコンセント、 Wi-Fi による遠隔操作ができるコンセントが2つ必要でした。そちらについては濡れてはいけないので、こんな形で、カバーの下に隠してあります。あとでこの上のところをラバーで蓋をします。こんなような形で、カラス対策としてのブロワーとお水が凍らないようにするそんな対策の融雪マット、猿にいたずらされてはいけないんで融雪マットも、下からワイヤーでくくってあります。こんなような形になっています。そういえば皆さん、ご心配になられてますが、モフモフなんですけど、結構綺麗にモフモフなんですよね。まだまだ、リスがお家にもう入らないということなのかと思いますが、そして
こちらがマイクのモフモフです。マイク真ん中はちょっと見えてますけれども、そして配線関係がタッパーウェアの中で防水にして、そこからまたこれも配線通して上に上がっています。それとですね、ここが青ゲラさんの屋根裏ハウスなんですけれども、カメラはいつもどこにあるのかという話になりますが、ちょうど反射して映りにくいんですが、ここにカメラはついています。はめ殺しの窓が2つあって、以前は右の窓から撮ってたんですが、ちょっと横からの画面がいいかなということで、左の窓に変えました。ですからこんな感じなんですね。まあ雪が降ってきた時も楽しめると思いますが、ぜひ皆さん応援してください。ではよろしくお願いします。